はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、芦田愛菜です。さあ本日なんですが、新ガイアデッキ組んできたんで、テンプレチックなねデッキ組んできたんでやっていきましょう。あの竜騎士へ至る道っていうスキルがですね修正されまして、最近ね、ちょっと使いにくくなったんですよね。今までは手札何でも戻して走破するガイアっていう最強のフィールド魔法を貼るっていうね、まあそういう、まあ、スキルだったんですけれども、実はですねこれが修正されまして、これ手札のモンスター1枚をデッキに戻さないとダメですよっていう、まあ、それ以外は同じなんですけど、要は手札の魔法トラップカードを戻して走破するガイアを持ってくるっていうことができずに、手札のモンスター1体をデッキに戻さないといけないですよっていう感じになったんですね。でちょっとね、要はデッキの中にモンスターを増やさないといけないんですよ。で、考え出されたデッキがこちら、これですね。キーカードはエキセントリックデーモンさん。これね、これサイクロンなんですよ実質。まあちょっと相手ターンに使えないであれですけど、そのペンデラム効果でこのカード以外のフィールドの魔法トラップカードを1枚対象にして、そのカードとこのカードを破壊するっていう、まあ、要するにサイクロンみたいなね効果持ってるんですけど、このエキセントリックデーモンさんって基本的にモンスターじゃないですか。だからバック除去できるけどモンスターなんですよ。だからこの竜騎士へ至る道とすごく相性がいいということですね。要はモンスターを戻さないと今回から走破するガイアサーチできないけど、サイクロンにもなれるしモンスターでもあるこのエキセントリックデーモン、ちなみにならず者傭兵部隊にもなれますけど、っていう効果を持ったエキセントリックデーモンさんをデッキにぶち込むことによって、安定感をそんなに損なわずにバック除去もできるガイアデッキが実現可能ということですね。これはねコナミさんね商売がうまい。これセレクションボックスだったっけ、これ関連カードじゃねえや、入賞か、これセレクションボックスに入ってますんで、これはね絶対3枚くらい、まあ、2枚かな、2枚くらいちょっと確保しとくとこれからすごくいいことがあるんで、ぜひねセレクションボックス向いてこれゲットしていただければなというふうに思うんですけども、ギミックは今までのギミックとそんなに変わってはないです。ぶっちゃけレベル7のね、この魔導騎士ガイアを出して、カースオブドラゴンを出して、で融合してこいつを出して、でこいつで、盤面を制圧していくっていう効果なんですけれども、基本的にはね、そこにこのエキセントリックデーモンを入れて、あとはまあ強いカードですね、まあ、まだ狡猾の落とし穴っていうのが、許されてますんでこのデッキには。なので、まあ、ぶち込んで最強ですからね。であとは聖杯とか相性がいいね、月の書とか、月の書は自分の竜魔導騎士ガイアを裏返してもう一回反転召喚することによって効果をもう一回使えるっていうことができるんで、結構相性がいいっていうのと、相手のモンスターも妨害できるっていうのが相性がいいっていう感じですね。であと、後続を用意できるドラゴンズミラーみたいな、そんな感じの構築に、なっております。このデッキのねいいところはやっぱりその妨害その札がいっぱい用意できるところですね。こいつがそもそも妨害札であるし、あと狡猾とか、月の書とか聖杯とか、こういう妨害札は安定的に構えることができるから強い、非常に、はい、強力なデッキとなっていると思います。結構おすすめできるんじゃないかな、割と課金量は必要だけど。で1個だけ最後に言っときたいのは、やっぱりね俺このカードダメだと思うわこのカードこれね、これが強すぎるんだよね。その狡猾な落とし穴がマジで強いから、ちょこれ1枚で2枚をなんかその簡単に持っていける、そしてデッキが20枚でトラップカードをそんなに入れないデッキだったら大体何でも入るじゃないですか。でしかも新パック実装されたら大体その新パックのデッキにこの狡猾な落とし穴っていうカードぶち込まれるんで、これねもう禁止でいいと思う俺は。狡猾な落とし穴禁止化しろ委員会委員長として言っとくわ。これだけはもうこのカードはね本当禁止でいい。やってることおかしいから、はい。リンクスだから強いカードでもあるかもしれないね、デッキ20枚だからということだけ言っとくわ、はい。ということで、デュエル3枚。さあ、お相手の方、闇遊戯か。闇遊戯、めっちゃガイア来た。こんなにはいらない。いや、いっぱい入れたよ、ガイアは。でも、こんなにはいらない。こんなにはいらないんだわ。まあ、でも、魔導戦士ガイア戻すしかないよな。魔導騎士か。これ、やっぱガイソル持ってきておきますかね。これガイソル持ってきておきますか。ちょっと、なんかこんなにはいらないんですよね。来すぎ問題は発生してるんですけど、まあしょうがないでしょう。とりあえず魔導騎士ガイアを召喚バック、まあちょっとねモンスターを増やしたんですけど、そうするとやっぱ相手を妨害する札っていうのがちょっと減りますよね。言うてこちらに狩り場とか相手だと狩り場割れるんですよ。めっちゃ強いですよこれ。ガイカースオブドラゴンか、極栄のカースオブドラゴンの効果で割れるんで、めっちゃ強いんですよ。
カリバーいきなり初手で割るってことで結構ね、これね、極限意外と強い。忘れがちなね、そのフィールド魔法を割るっていう方の効果ね。カードを引くぜ。そうするとあの結構あのトラミットとかもね、意外と1枚減ったりとか、まあ、まあ、あれは関係ないかあんまり。フィールドはい、カオスフィールド、はい、どうぞ。これミラーですかね。ミラーやべえ、やりたくない。ミラーむずそう、なんかやりたくない。ミラーやりたくない。まあでもモンスターを背負っていくしかないんですよ多分これ。基本的にまあ、ガイアのデッキ何が強いかってやっぱり結局このリューマドオキシガイアがめっちゃ強いので、まあ、このリューマドオキシガイアを処理まくるしかないんですよ基本的には。でソーハスガイアの効果で、あ、これ先に俺のこれあれですね、ソーハスガイア叩き割られますねこれ厳しいな。ここでさ結局なんか破壊したところでさ、なんか揃ってるから意味ないんだよね多分。結構揃ってんだよ相手ハンド。ここでサーチ外装で、ほら外装でしょ、だから今割んなくてよかったなって感じだよね。で竜魔道じゃなくて魔道騎士ね。で魔道騎士ガイア効果、はい、いいよ。で極限か、いやこれきついな。まあ竜の鏡あるかもしんないしな、ここで割るの。いや出てきてからでいいか、出てきてから割るしかないか、出てきてから割るしかないから。まあそれは破壊されるのもしょうがないんだよって、もうこれしょうがない。いやでもこれ割っといてさ融合できんかったら熱いか、これ言うてこうか。これこっちなんじゃない、実はこっちなんじゃない、これで融合できない説、これで融合できない説あるよね。もうだって召喚剣も使っちゃったし、ドラゴンズミラーがあったりして、オリジン、あーんあーん、なるほど、なるほど、なるほどね。きついね、きついね。カースを、やっぱカースだったか。いやこれでもな、結局戦闘会されるんだよな、カース割ったら絶対に。まあですよね。まあでも言うて結構カードは使わした。リューマドキシガイア、はい、でリューマドキシガイア効果、戦闘破壊してくるか普通に。じゃあ守備にしよう。メインフェーズ終了前ですって言った瞬間に発動しないと。ああ、1枚あんのか、なるほど、オッケー。これは、メインフェーズ終了前に発動しないとタイミングなくなるんで、ガイアクストロジャー効果、ガイアクストロジャー効果リリースして特殊ミラーめっちゃむずいんだけど。で特殊召喚ガイソル、でガイソル効果、ちょ一回守備でまあここで効果は発動してこないでしょさすがにね、多分ね相手。あ、発動してくんのマジで。あ、じゃあ伏せに自信に来か、多分伏せに自信に来だと思うわあれ。いやだとするとトップエキセントリックデーモンがいいね。だとしたらエキセントリックデーモンがいいかな、トップ。バトルだ、あのバックをね除去ればねなんとかできると思うんですよ多分。ターンエンドだ、俺のターンだ。よし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 、俺だ、ドロー。いや来た、つえきたつえ、エキセントリックデーモンの効果と、エキセントリックデーモンの効果によってお前のバックは除去させてもらうぜ。いいエキセントリックデーモンサイクロン食らえ、俺だ。さあそれはなんだ、よし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 、いいぞ、これは素晴らしい。だから魔導騎士ガイアを召喚、魔導騎士ガイアの効果を発動、召喚に成功した場合墓地から極限のカーソルドラゴンを特殊召喚、特殊召喚に成功した場合お前のソーハスでガイアも破壊させてもらうぜ。うわーよし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 、これはもらった、これはもらった、いけ竜馬の騎士ガイア融合召喚。これで普通にバトルフェーズに入っていくぜ。バトルフェーズに入ってガイア使ったところで、使ったところで UT でしょこれ。これぶん殴って、まあ、ガイアオリジンいるけど、まあ、言うて2600攻撃力あったところで守備力、守備表示だからオリジンね。はいよ、そこで使うの、それバトルフェーズ終了時に使ったら、これね多分ねちょっと早いんですよ、ね、これバトルフェーズ終了時に使うと今2600にダウンできたんで相手、多分ね使うの早いですね若干オリジンの効果を。いやこれ何が起こっても多分ほとんど大丈夫、セットだったら割ればいいし、はい割りました、割ります、それはもう全然割ります、メインフェーズ終了前、リュウキシ、リュウマドオキシガイアの効果、はい、よし、OK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  で、俺はここでトップ何引けばいいんだ、カオスフィールドか、
カオスフィールドなんかみんなあれでもいい、ドラゴンでもあのなんだっけ、ダークエンドも、あ、カーソブドラゴン、カーソブドラゴンはいらん、カーソブドラゴンはいらん。でも言うて俺も構造が用意できない。竜の鏡、いやこれ意外といい勝負だマジでマジでいい勝負。さあどうする。さあここで結構厳しい反動になったが、お互いにリソースはかなり使っているぞ。モンスターキラー、モンスターキラー、モンスターキラー、よーしもらった。リューマの騎士ガイアの効果発動、よーし効果、よーしもらった。これで極限のカースオドラゴンをアドバンス召喚だ。俺のターン、ドロー、いいだろ、俺ら極限のカースオドラゴンをアドバンス召喚、いけバトルフェイス対戦ありがとうございました。極限のカースオドラゴンでデュエルを決めたら俺はこれ人生初めてだぜ。さあお相手の方、俺とゲームをしようぜユズとやら、とりあえずお前の脇を5時間ペロペロしていいか。これ弱っこれ弱、これどうしよう、これどうしたらいい。あでも言うてでもさ、モンスター戻さないといけないからさ、これサーチするカードないんだよね、これ戻しちゃうと。ガイアオリジン、サイクローン、アハーン厳しいですね。まあ多分幻想でしょうね、さすがに。ゆずちゃんはね、やっぱ可愛いね。うん、声もすごい好きですね、僕は。まあ、一応脇が好きなんですけど。歌姫から乙姫来た。スコア、なるほど。スコア開始ムーブね。モーツァルト、オーケー。モーツァルト、オーケー。で、フランソワか。あ、モーツァルト、モーツァルト。なるほど。でもこれ一発撃つしかないな。これ召喚剣使ってるんで、ここ一発撃つしかない。で、ここでまだ第一楽章とか、あ、なんかあるね。なんだ、清掃、清掃きついね、一番清掃がきついか。あー通る。じゃあ清掃つかなかったってことは多分清掃じゃないな。多分そこの方ですね。月の書、月の書とかですかね。月の書とか、まあ聖杯とかですか。サイクロンは今使うタイミング一応あるのか。でもサイクロンってのはでも2枚発動してからだもんな。多分聖杯か月の書だと思います。てか俺ハンド弱すぎます、これ。どうしたらいいでしょうか弱すぎる、やばい、助けてくれ、めちゃくちゃ弱い、助けてマジで。モンスターいっぱい入れてたらこういう事故やめろ。ソナタ、なるほど、ソナタはいいわ、ソナタピートはいい。結集が一番きついか、これ。結集が一番きつい。でも聖杯1枚多分聖杯かなんかと思うんです。聖杯が必要とかだと思うんで、はい、全弱ダメージを食らいましょう。俺のターン、ドロー、今のところ何で効かかんない。ダスター、走破するガイア来た、走破するガイア発動、走破するガイア発動、多分サイクロンじゃないから多分これ笑われないね。ねえ、走破するガイアの効果、いやーもうこれ行くしかないもんな。だってでも多分行くしかない、これ竜の鏡使って融合しないと負けるもんな。これ一応カースオブドラゴン、ガイアオリジンでカースオブドラゴン捨てて竜の鏡したら融合できるんですよ。だから、あでもこれさ、分かったわ、これこうだわ、これビートダウンだ、こうだ、分かった、もうこれで一回こうするわ、これで。言うてさ、結集だったら多分使ってると思うんだよね、いつも消しちゃったら。多分ね、これ一旦これが正解と思う俺は。よし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 、今聖杯でもケアできてますから、一応相打ちなんで。よし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 、いいぞ、今のところ相手も困ってるぞ。さあドロー来た。さあ言うて狡猾の落とし穴が最強だ。狡猾の落とし穴2枚かぶりが一番弱い。モンスターをセット、セット、なるほど、セットか、ターンエンド、セット、セットってなんだろうな。まあとりあえず、まあでもこれで一応なんとかできるんで、走破するガイア残ってるんでサーチ入れましょうか。まあガイア持ってきた方がいいですね、ガイアソルジャー持ってきましょう。でカーストドラゴンを見せつけることによって、ガイアソルジャーを手札に加えるぜ。そしてガイアオリジンは2体分のリリースワンになれる。行くぜ、ガイアオリジンをリリースし、魔導騎士ガイアをアドバンス召喚、そして魔導騎士ガイアのモンスター効果発動。このカードが召喚に成功した場合、手札または墓地よりレベル5ドラゴン族モンスター1体を守備表示で特殊召喚できる。これによって極限のカースオブドラゴンを特殊召喚できるぜ。
ちなみに OCG の方ではね、スパイラルフュージョンっていうカードがね、あ、聖杯、なるほど、聖杯やっぱりね、やっぱり聖杯でした。1枚は聖杯、なるほど。竜の鏡は使えない、竜の鏡は使えない、バトルするしかない、やることがない、バトル行け、魔導騎士がいいアタック、モンスターで攻撃、ダメしてもない。あれなんだろうな、結集とかだったらでも使ってると思うんだよな。あれなんか大したことないですね、あれ、あの伏せカード、あれなんだろうね、わかんないな。月の書とかだってもまあ一応タイミングはあるっちゃあるか。あれわかんねえな、これわかんねえけど大したことないと思うわ。幻想の第一楽章ね、オッケー、第一楽章の効果、まあでも一回プロディジーモーツァルトで使っちゃったと思うんで、もう乙姫は出てこない。で、ああでもそっか、ソプラノで回収されるのか、融合されるのか、なるほど、融合される、融合される、融合ちょいきついけど、まあでもドラゴンズミラーあるんでなんとかなるか。ソーハスルガイアが割られなければと思いますね。まあこの永続トラップ、あ、永続魔法とかフィールド魔法っていうのは基本的にその残ってれば残ってるだけ強いんで、永遠にねアドバンテージを稼いでくれるから、それは全然大丈夫で、融合ね。でここで融合できるのは多分シューベルトぐらいしかないね。シューベルトしかない。はい、シューベルト来た。で墓地除外入る、狡猾除外してくんねえかな。狡猾除外してくんねえかな、これ無理か。はい、ぶん殴っていく、なるほど。シューベルト効果、なるほどですね。でこれ狡猾除外してくんない。狡猾除外してくんないですかね。狡猾除外したら狡猾打てるんですけど俺。はいはい、あ、ですよね。さすがに無理だった、さすがに無理だった。俺のターン、ドラカーステオドラゴン、まあまあでもソーハスルガイア残ってるんで全然大丈夫ですね。ソーハスルガイアの効果発動、ソーハスルガイアでドラゴン族モンスターを相手に見せつけることによって、あぶね、これね間違えんだよたまに。でカーステオドラゴンを見せつけることによって竜、魔導騎士ガイアを手札に加えていく。はい、まあ、これドラゴンズミラーあるんで、まあ、結構いろんなカードにケアできるんですけど、これなんかまたチェーン発生したな、なんだろうあれ、本当にわからん、あのセカード、なんだあれ。さあ魔導騎士ガイア召喚で極炎のカーソボドラゴンを特殊召喚、特殊召喚効果 EA で、極炎のカーソボドラゴンの効果を発動、極炎のカーソボドラゴンによってリーマ導騎士ガイアを融合召喚。これほぼほぼ勝ったさすがに、だよっぽど勝ったさすがに。スキルプリズナー、はあ、なるほど。じゃあそれチェーンすればいいんじゃない。スキルプリズナーはなんかモンスターの効果がなんか対象にできなくなるみたいなね効果なんですけど、まあ、これチェーンできるんで、ちょ早かったですね、ソロでしたね、 あの人。はい、対戦ありがとうございました。対戦ありがとうございました問題だわ。でこれリリースじゃん、でこうしてリオとか、はい、ドラゴンズミラー発動。俺は悔しいけど、はい。このデッキ向いてねえわ、結構回すのむずい。さあお相手の方、ジェイソン・スティーサムさんですね、よろしくお願いします。スティールさん、バイ。あーモンスター、そんなにモンスター1枚くらいバックに欲しかったんだけど、来すぎなんですよね、これ来すぎなんですよね、これ来すぎなんですが、まあしょうがないでしょう。来すぎ問題は発生しているんですが、とりあえず竜騎士へ至る道の効果を発動、竜騎士へ至る道の効果によってダークフレアドラゴンを戻して走破するガイアを発動し、走破するガイアの効果を発動、走破するガイアの効果によって手札の魔導騎士ガイアを相手に見せつけることによってカーソードラゴンを手札に加えるぜ、そして魔導騎士ガイアを召喚、やることがあんま変わんないといいですよ、ね、非常に簡単なんで。はい、モンスターしか来なかったらもう知らないから、もうこれぐらいしかやることないんで。まあ一応外装で引いてるんでね、まあ結構強いかなと思いますけど、はい、まあ、突き刺されてもまあなんとかガイソルでなんとかしていくというスタイルです、ね。はい、さあ相手のカーデッキはどんなデッキなんでしょうか。迷宮兄弟だから、なんだろうな、迷宮兄弟ってロクラデッキないと思うんだよね、でもイメージしかないけど、目覚めの戦列、なるほど、
聖杯捨てる。え、いいの、そんな最強カード使って大丈夫？聖杯ぶっかけてから動いた方がいいのでは。オッドアイズアドバンスドラゴン、オッドアイズアドバンスドラゴン、やばやばやば。え、聖杯捨てるって何事？魔界の足かせ、魔界の足かせ、攻撃力守備力が100になる。やばい、避けられないから、これ破壊できないこれやばい、もうスルスルしかないか、まずい、いやそんなバカな迷宮作戦。あ、そういうこと、これでオットアイズ出すの、天才かよ。しかも選んでっから、これガイアストーンじゃ間に合わないやん、やばやばいやばいやばい、なあこのデッキ、このデッキ何これ、ちょ頑張って、じゃあおっと選ばれた、うわあ嘘だろこれ禁止だろ、これ犯罪だろこれ